戸田局主から1936年3月11日は、岩倉智美公爵令場。家族、戸田氏高伯爵夫人。優雅な物腰と、美貌からむつ良子と共に、六名間の花と言われた。安政四年11月25日、岩倉智美の三女として慶に生まれる。母は、即室で、後に正妻となった麻紀子。智美にとりわけ深く愛されたという母。 マキコは、美しい女性で、ごく子も母譲りの美貌に成長した。明治3年12月、美濃国大垣藩知事、戸田宇治高と婚約。翌明治4年2月、東京で結婚式を挙げた。ごく子は、数えで14歳、宇治高は17歳であった。宇治高は洋学を志し大学南校に在学していており、結婚直後にアメリカ留学の許可を得た。 宇治鷹は同年4月に日本を立ち、以後アメリカの他5カ国、5年間に及んで留学した。新妻の局史は、実家の岩倉邸に帰り、ことや華道、茶道などの書芸に励み、また英語やダンスを学んだ。なお、この頃に局史の実刑たちもアメリカに留学している。明治9年、夫、宇治鷹が帰国。明治10年に、長女講師、明治12年に、 次女ヨナゴ、明治14年に三女幸子と三人の娘を設けた。極子は評判の美女であったのみならず、早くから教育を受けたため英語とダンスに堪能であり、外国人たちとも物をじせず交わることができる女性であった。このため、明治10年代後半の六名館時代において、陸良子と共に六名館の花と呼ばれた。明治二十年四月十二日、 首相の伊藤博文が官邸で開催した仮想舞踏会に出席、夫、宇治鷹は、大田道館に、ごく子は山吹きを捧げる戦場に奮した。この後しばらくして、伊藤博文がごく子に関係を迫ったとの集文が、新聞で報道された。同年10月8日、夫、宇治鷹は、オーストリアハンガリー全県公使に任命され、一家でオーストリアのウィーンに移った。 このウィーン滞在中、作曲家のブラームスとも交流し、ブラームスは極子が直に弾く、奏曲を聴いたのではないかと言われている。明治23年に日本に帰国した。晩年、家を継いだ次女、ヨネが創生したため、孫を引き取って養育した。1936年3月12日、宇治鷹の死から1ヶ月経たないうちに、中部のため死去。 2021年6月25日、女性音楽家の評伝に、定評のある音楽評論家、萩谷幸子が、戸田局氏の初の本格評伝、ウィーンに六段の超戸田局氏とブラームスを、中央公論新社より出版して、戸田局氏の波乱の障害と、音楽的業績を明らかにするとともに、伊藤博文とのスキャンダルの真相も解明した。さらに、ごくこの遠い末裔が現在、 ウィーンフィルのメンバーとして活躍する秘話も紹介している。ありがとうございます。